満腹したオオカミと羊食べ物を十分食べて満足したオオカミが地面に倒れている羊を見ました「こいつはオオカミが来たので怖さのあまり倒れたんだな」と思ったオオカミはそばへよった 心配するな」と慰めてやりましたそして「もしお前が本当のことを3つ言ったら私はお前を見逃してやろう」と約束しましたすると羊はまず 1> 第1一に私はあなたに会わずに住めばよかったと思っています。二番目にはせめてあなたが目の見えない狼だったらよかったのにと思っています。そして 爪の本当のことは羊は深呼吸すると思いっきり大きな声で「嫌な狼めあんたたちなんかみんなひどい目に遭って死んでしまえばいい」「なぜって私たちが何も悪いことをしないのにあんたたちは私たちをいじめてなぶり殺しにするのだもの」 オオカミは少し腹が立ちましたが羊が言ったことは本当だと認めて見逃してやりました真実は敵に対してさえも効き目があるということをこのお話は教えていますおしまい。